笹沢用水は、長野県佐久地域の用水路。浅間山北佐久群軽井沢町にある笹沢と、八千沢を合わせ、三与田町を経て、佐久市岩村田へと流れた。途中、柳沢、おひて、ば、梶じ沢、五潮五号用水、穴沢用水を合わせ、また何筋か分流しながら、大台、前田源、蟹沢、牛首、岩村田を潤した。水源の笹沢、 八千沢は現在、共に、浄水道用水の水源となっている。江戸時代には存在し、農業用水としてのほか、飲料水としても利用された。王子の用水絵図として、笹沢用水絵図がある。文政11年の関係町村申し合わせ書にある、用水係高は、お台村15国、全田原村17国、岩村田470国であった。 笹沢用水は、笹沢石、笹沢石用水、笹沢八、沢溶水、八木沢用水八沢用水蟹沢用水、蟹沢石用水とも呼ばれた。文政11年申し私のご妻去には、大台前田原両村にて、笹沢、岩村田町にて蟹沢と申す、胸の記載がある。その後、1875年に、笹沢八、 沢用水と改められたとされる。文政2年春から文政11年秋にかけて起こった水論。全田原村の新田開発により水不足になるとした岩村田村が前田原村を相手に訴訟を起こしたことに始まる。一旦は二町村間で和解したものの、小台村が茅帳の外にされたことを不服として訴えを起こし騒動となった。明治維新後も用水路の使用をめぐり、 三ヨ田村と岩村田町との間で推論が繰り返された。昭和に入り、岩村田町は用水を町の単独用水であると誤認して多くの問題を生じたとして、1928年、用水の共同使用権を主張する三ヨ田村が岩村田町を提訴。1931年2月7日、裁判所の仲裁により和解成立した。取り交わされた。 和解契約書の第一条には、八千沢用水は、岩村田町を大和岩村田及び三代田村ともに、従来通りその使用権を有するものとすと明記された。戦後、岩村田町、三代田村では生活用水の水質悪化を受け、衛生面からも、浄水道の敷設が求められるようになった。ため池の建設や見陰用水の改修により、灌外用水に余裕が生じ、 その水源が、上水道用に利用されるようになった。現在の笹沢水源は、長野県北作郡軽井沢町にある、水源地である。軽井沢町大岩家地籍、浅間山区に有林59林般内にあり、作水道企業団が、作森林管理センターから借用している。上水道北部区域、浅六八沢水系に属する。地下水の流出地盤に、 収水暗記を敷設し、一箇所に集めた湧水をポンプで三代田浄水場に送っている。雨水など地表の水が混ざらない構造としている。1日あたりの取水量は400立方メートルである。同企業団では笹沢水源に対し、クリプトスポリジウムや高度の高さへの対策を行うことを検討している。軽井沢町と三代田町との境。 笹沢には、笹沢12号水源がある。1981年頃、12番目に掘り当てられた、深井戸で、1日あたりの取水量は990立方メートルである。作水道企業団は笹沢水源同様、上水道北部区域、朝六八沢水系に属する水源として、利用している。ありがとうございます。